それでは今日のパワプロということで、今回はパワプロコレクションガチャ、こちらを引いていきたいと思います。野球マン5号の PSR が欲しいというところですね。まあ、寺道くんの PSR が出てもいいし、大河くんはちょっと微妙かなと、思いますけれども、まあ野球マン5号狙いで、50連のバナー PSR を狙っていきます。一応厳選15キャラのみということなんで、まあ、誰が出るかは見ておきますか。野球マン5号を寺道くん、タイガで、ピックアップ以外のキャラはハチマキメイカちゃんと野球マン1号2号3号で、キノもいて、カジがいて、立橋さんもいて、なぜかゴブがいて、クロエがいて、ここら辺割か割と新しい系の高校のキャラを入れてる感じですね。あと星空星光くんも、まあ、レベルが上がれば結構いいかなというところです。じゃあ、PR 一応引きますか。はい、タンガチャバナー PR って言ってもね、寺道くんか。まあ、解放用には役立つかな。じゃあ、10連目ここはおやつがおまけでついてきますね。あと SR の出現率は常に2倍と一応かかってるんですけれども、結局2倍になっても入ってないと意味がないっていう。タイガ、タイガ今いくつだったっけ。そんなに高くはないけど、それでも PSR があるで、まあ解放はしていきますね。まあ使うかって言ったらどうだろうね。プラチナ1個おやつ。じゃあ、20連目ここもおまけ付きです。ポン1つ。胴上はもうそろそろ、今ね PSR プラ4で、いや違うプラ 3? いやプラ4、プラ3か、プラ3で PSR が1枚あって SR がちょっとあるっていう感じか。だからまあ5までは持っていけるかなっていうところだけど、まだ5には持ってってない、そんな感じ。じゃあ30連目と40連目については、バナーのキャラが出てきます。いやなんか全然入ってなさそうなんだけど、結局1個かい。野球マン、野球マンはさすがに PSR が出れば、まあ振り袖とかをねぶっ込めばもう持っていけるとは思うんだよね、プラゴに。だから欲しいっていうのはあります。じゃあ、40連目ここまででさ、例によって確定枠以外全く入ってないんだけど、1個、ようやく1個。寺道くん、まあ寺道くんもね出る分には全然いいんで、港ちゃんも PSR は手に入れたからな。あとはレベリング、まだ PSR はプラ0なんで。さてそれでは50連目、ここでバナーキャラの PSR が出てきます。まあ、虹とかはねもう別に普通。あとは何個入ってるか。2個、一応2個入ってる。よしよしよし、できた、できたっていうか出た。持ってけるよね。一応ちょっと確認をしてから終わりにしよう。まあよかったよかった、終わりよければ全てよし。星空星光くんも出たし。というわけで、PSR の野球マン5号ゲットしましたので、ちょっと解放をしていきます。はい、じゃあ野球マン5号が今こんな感じですね。さっき手に入れた PSR でしょ、で普通に SR のプラコがこことここに2枚あって、であとはちょ、これ強化画面じゃなかった。であとはレア度順になってるからキャラ順に直して、フリストデミヤビちゃんもSR のプラコが2枚あるんで、4枚ぶっ込めばさすがにいけるでしょっていうのはまああります。まあ最悪これも突っ込んでっていうことにはなるんだけど、
まあ、最悪でも4までしか解放しないよね。でそうすると野球マン5号系の SR は2つ突っ込んじゃっていいと思うので、 R とかもう雑に解放していきますか。とりあえず1234567、これでとりあえず行こう。これで解放してくれればもう絶対絶対だけど、ちょっとこれはもう期待しない。再建それいかないよね、それはしょうがない。じゃあちょっとこの SR プラゴンを2枚食わせよう。これでいくつ、3、最低3になってくれればいいんですけど、いかがでしょうか。大丈夫だよね、ちょっと待って。これとこれだもんね。これとこれ。で、OK。いまいちわかんないんだけど、この画面だとレベル上限解放って、なんかいくつ上がったのかわかんないよね。レベルアップしかしてないからね。で一気に4まで来たわ一気に4解放したわ。22解放したらこれでかい、でかいっていうかさ、別にいいんだけど、じゃあどうしよっか。これ 30% 振り袖一応取っとく。まあ振り袖の PSR が来て使うかって言われたらかなり微妙なところはあるんだけど、 SR1 枚持ってればいいか。プラゴ、まあ、使わないと思うからね、そもそも。いやちょっと確実に、いやー30突っ込んでダメだったらこっちっていうのもあるかもしんないけど、これ取っとく意味はでもないか、意味はないか。ちょっと待って、なんかわかんねえ一回ちょっと全解除して、いや意味ないから、これで解放したらまあそれはそれでよしということにしましょうか。ちょっともう流す、これは。あ、解放したわ。まあこれで野球マン5号も PSR プラゴが出来上がりました。まあ暁台でちょっとすぐには使わないんですけれども、まあ、活躍の場面はあると思います。であと道江くんもそれなりにもう溜まってるんだよね。PSR のプラ3があって、ここに PSR が1枚あって、であとここに SR のプラ4と SR が1枚あるんで、あの5には絶対なるっていう状況です。であと余ってるここら辺をどうしようかっていうのがあるんで、まあ、また例によって雑に解放していきますか。この RK はこれはもうさすがに無理。大体こういうのってさ、いらないキャラが解放したりするんだよね。なんかもうこいつどうでもいいやみたいな感じでやると。で、まあ、一応ね、一応手順としては、SR のプラゴを作り出して、で2解放すれば PSR が1枚余って、余ったから何なのっていうのは特にないんだけど、ないんだけど、そういう手順でやっていきます。この3で要は5を突っ込んで2解放すれば PSR が1枚余る。余ったものの使い道がないからね。で4だった、まあしょうがない別に。で4だったんで、ここで PSR を1個突っ込めば道江くんもPSR のプラゴが完成と、いうことに、なりましたので、まあ SR が1枚出てくれてちょうどプラゴになったっていう感じですかね。なんでまあまあまあ、なかなか有意義のあるガチャだったと思います。あと寺道くんとかは裏方でちょいちょい解放していきたいと思います。じゃあ今日のパワープロはこれで終了します。お疲れ様でした。